総1月10日は、記念すべきブースターの日。強さも可愛さも最強のこの俺様を、存分に崇めるがいいさ。と入っても、相変わらず編集が遅くてブースターの日から1週間近く経ってるけどな。反省はしてる。まあいい、今日の俺は気分がいいからな。許してやるよ。ありがたき幸せ。ところで一つ質問なんだが、なんで1月10日がブースターの日なんだ。シャワーズの時みたいに、図鑑番号が関係してるとかかな。唯一王だから。唯一王だから。根性フレドラバカジから。唯一王とは、ブースターにつけられているあだ名もトイスラング。このあだ名がついた芸人はありえないレベルの不遇さにあり、不遇ポケモンは数あれどブースターの不遇ぶりは常軌を逸していたほど。なおこの手のスラングを嫌う人は一定数いるため、冷やかしなどでこの故障を使うのは控えましょう。ちくしょう、何がブースターの日だ。また唯一王とか煽り上がって、こうなったら、俺様が大活躍するバトルをとっとと実況して、ブースターの強さを見せつけるっちゃないよな。お待たせしました、ここから本編です。ちなみにリーピアの日は、6月18日だよ。由来は、名前からの語呂合わせですね。まともすぎて切れそう。そんなこと言われましても、あ、バトルの方は、ウオノラゴンと僕の対面だよ。今回の僕は B 特化の物理受けだし、有利対面だね。宿りに外して爆発落ちまで読めた。今すぐ交代してエラ神の餌食にしてやろうか。ごめんちゃい。さてバトルの方は、エラ神をしっかり耐えて宿りに終えたよ。半減と早え、ウオノラゴンのエラ神をここまで抑えられるのか。B 特化の僕にかかれば、乱数3発ってところだね。ちなみにブースターだと確定4匹くらい。いる、その情報。さて次のターンだけど、ここは相手は交代してくると思うんですよね。エラ神じゃリーピアを倒せないのは確定してるし、宿りにもあるからな。ということでここは、交代読みで宿りの種をもう一度使うよ。宿りに外して爆発落ちまで読む。ごめんちゃい。交代先はポリゴン2ですか。ダウンロードで特攻が上がってしまう上に冷凍ビームがあるだろうから一点不利対面だな。ちなみにリーピアの特防はブイズの中で最も低く、まさかの EV の時と変わらないという悲しみを秘めているぞ。その情報とりあえず宿りには植えれたから、次のターンは冷凍ビーム読みでブースターに交代するよ。オッケー任せろ。さあようやく主役の登場だ。チップしてやる。この世から一匹残らず。何よ、俺を唯一王と呼ぶやからたち。全然。それとウィンジと引き玉。全然。お、読み通り冷凍ビームだったな。もちろん余裕で耐えていくぜ。ブースターって無駄に特防ばっかり高いからな。これなら食べ残しと宿りにも回復で間に合いそうだ。そうだね、回復ソースが2つもあるのはやっぱ強って。え、食べ残し。そうだぞ、今回の俺の持ち物は食べ残しだ。いやいやいや、おかしいでしょ。ブースターといえば普通の持ち物は、こだわりスカーフとか毒毒玉とかじゃないの。じゃないの、って言われても、今回の俺は普通の方じゃないからな。サムネでわかるだろ。そういうめたい話はいいんだよ。そしてこれもサムネでわかることだが、今日の技構成はこんな感じな。自分の種族値知ってる ?A130 だよ。種族値の無駄遣いは夜チャンネルあるあるだから。もうやだこのチャンネル。さてこのターンは、交代読みも兼ねてアクリを使っていくぞ。宿りにもあるから交代するかと思ったけど、居座ってきたね。まあそれはそれで好都合だ。どうせポリゴン2に俺を倒せる技はないしな。そんなお相手が撃ってきたのは放電。3割の確率で麻痺になっちゃうね。なあに安心したまえ、3割なんて引くわけがない。なんてったって今回はブースターの記念動画だからな。自爆するしかねえ。ということでここからは代わりの実況役としてウィンディさんをお呼びしました。待って、それだけはダメだ。まあ麻痺を引いたところで問題ない。結局体力はほぼ満タンだしな。そしたら次のターンはどうする。さすがに交代してきそうだけど。次のターンは炎の渦だ。居座ってきたら美味しいし、交代されても後続に負担がかかる。今回のブースターは炎の渦による固定ダメージやバインドを利用する方だからね。炎の渦は積極的に使っていっていいでしょう。てかこれ自分で解説してて思ったけどさ。うん、どうした。この方ってシャワーズの渦潮でも同じことできるん。いいか、この世には気づいたとしても言ってはいけない言葉があるんだ。あ、はい。さてそんなこと言ってるうちに、お相手はウオノラゴンに交代してきたな。炎の渦のダメージはしょっぱいけど、ターン終了時に8分の1は削れるし十分でしょう。そして当然俺はウオノラゴンの相手はできないから、次のターンリーピアに交代するぞ。確定4匹だもんね。まったくその通りだよ。それじゃあ僕の再登場、ウオノラゴンの攻撃受け切っちゃうよ。このサイクルなら俺がポリゴン2、リーピアがウオノラゴンを受け切ることで、有利に進められそうだな。宿り火とか炎の渦で、ダメージも与えられるしね。実況的には代わり映えがしなくてつまらないんだけど。そういうめたい話はいいんだよ。あ、次のターンは HP も減ってるし、一度光合成で回復するよ。よっぽどのことがない限り、ウオノラゴンに倒されることはないだろうしな。そうだね、よっぽどのことがない限りポリゴン2に交代とか。リーピアさん。なんでしょう。ユエゴンは勝手に殺すな。いやいやだって、いくら D 特化のリーピアとはいえ、ウオノラゴンのダイマックス技は厳しいだろ。舐めるな。よ、僕の物理防御、舐めるな。お、マジで耐え上がった。はは、この僕を一等倍程度の物理技で倒せると思うな。リーピアの防御力はVZ1位。なお特殊防御は再開。黙らっしゃい。あ、ここの技選択光合成だったので、次の攻撃も受け切れそうだね。光合成連打してるだけでダイマックスさばけちゃうのか。これが D 特化リーピアの力よ。今日の主役って俺だよね。多分。
次のターン、僕の硬さに絶望したお相手は、即交代を選択。ダイマックスを実質無償で消費させた、これは大きいな。交代先はまたポリゴン2ですかね。いや、ハッサムが出てきたな。お相手の3匹目だ。む、物理型だけど相性不利なタイプか。どうする、また俺に交代するか。いや、ここで相手が使ってくる技は、おそらくトンボ返り。ブースターに交代すると、むしろサイクルが不利になりそうだね。なるほど、不利対面だけど居座った方がいいのか。まあそれと万が一ハッサムが始まるとかだと、ブースター3半分近く持ってかれちゃうから。やだ、私の防御力、引きすぎ。てなわけで、アマエルで非ダメージを抑えつつ居座るよ。ハッサムは素早さ低いし、先に攻撃力を下げれるわけか。ただ一致抜群だとそこそこダメージもらっちゃうんじゃ。まあ確かにある程度は食らっちゃうね。ラットラン数3発ってところ。お前本当に硬すぎん。もうほとんど僕が主役だし、サムネ変更しときます。こんな感じで。やめてください。こっちもサムネの方が伸びそう。やめてください。さて、交代先はもちろんポリゴン2ですね。それならば今度は俺の出番、特殊技を受けに行くぞ。ちなみに特殊受けってだけだったら、今回直近ニンフィアさんも選出してるわけなんですけども。私の出番欲しいです。黙れ俺が行く。ニンフィアさんの次回作にご期待ください。さあポリゴン2の行動は放電、これなら問題ないな。次のターンはどうする。そろそろ勝負を仕掛けたいところだけど、とりあえず相手の選出を考えると、結局俺を倒せるのってウオノラゴンだけなんだよな。そっか、相手のラストハッサムだったもんね。だからウオノラゴンが出てくるタイミングでアクリを入れて無理やり交代させる。出てきたポリゴン2かハッサムを炎の渦でキャッチする。この作戦で勝てるはず。なるほど、ウオノラゴンが眠ってくれればそれはそれで美味しいからね。ということでこのターンはウオノラゴン交代読みでアクリを使っているぞ。お、読み通りウオノラゴンだったね。オッケー、これでアクリが入る。あとはさっきの作戦通りに行けば勝てるぞ。そうだね、作戦通りに行けば。つまりマシバグを引かなければ。やめて怖いこと言わないで。それと炎の渦の命中率は 85% です。やめて不安要素を増やさないで。つまりマシバグ開始と炎の渦命中が両立する可能性はざっと6割。うぜぇ、当てればいいんだろ。当てれば今回の主役たる俺ならそれくらいできるはず。まあそもそも交代してくるかどうかもわからないしね。そうだな、だが一応技選択の方は交代前提で炎の渦を選択するぞ。さあお相手の選択は。お相手はウオノラゴン交代、交代先はハッサムだよ。ハッサムなら炎の渦当てればほぼ勝ちだ。お願いブースター、あんたが今炎の渦を外したらニンフィアとの約束はどうなっちゃうの。それ上納地質のやつだろ、ふざけんな。あ、よし、半分近く削れた。これならニンフィアの攻撃も受けきれないだろうし、ほぼ勝ちだろう。そしてここでお相手の心が折れたようで、コウさんが選ばれました。はは、俺とリーピアの2匹だけで完封してやったぜ。物理技がないブースターでも、意外と戦えるもんだね。まあ泥かけとか身代わりとか使ってない技もあるし、今回の型の強さを全部見せれたってわけじゃないんだよな。そっか、炎の渦のバインドも、そこまで活用できてたわけじゃなかったしね。だから個人的には、ちょっとだけ不完全燃焼かな。ということで次回もブースター会です。本当は2000分1本の動画にしたかったけど曲が足りなかった。そんな次回の動画では炎の渦ブースターの本領発揮、相手の耐久型を逆手に取り、ダイヤクッキーを見せつけていきます。ニンフィアとのコンビも健在、そして今回出番のなかったニンフィアの活躍も、そしてラストには奇跡の展開が。また来週の日曜ぐらいに投稿しますのでお楽しみに。最後にその来週の動画のサムネを公開しております。ご視聴ありがとうございました。